まず昨年ですね、1年間というのは本当に大きないろんな動きがあった年でした。2月には第4回核兵器廃絶地球市民集会長崎が開かれました。そしてそれを受けて5月には NPT 再検討会議が開かれて、私も参りましたけれども、市民の皆さんもたくさん行っていただいて、核兵器を廃絶しようという声を世界の人たちに届けてくれました。それから帰ってきて7月には長崎平和特派員という制度を作って、もっとネットワークを作っていこうという試みなんですけども、その第1号として田中由美さんを認定をしました。そして翌8月には平和記念式典の前にパン・ギムン国連事務総長が長崎を訪問していただいて、原爆落下中心地からとても大事な核兵器の廃絶しかない、選択肢はないという力強いメッセージを発していただきました。そして8月平和記念式典に核兵器保有国であるイギリスとフランスの代表が初めて出席をしてくれました。この席でも長崎からまた大事な軍縮不拡散教育についても長崎はしっかり協力をしますというメッセージも発しました。そして9月には核兵器保有国であるイギリス、アメリカの駐日大使、そしてフランスの上院議員団が長崎を訪問してくれました。そして9月には非核特使に山脇義郎さんが第1号で委嘱されて、この非核特使というのは新しく今年始まった制度ですけども、その第1号として山脇さんが委嘱をされました。その後も第2号第3号という形で被爆者の皆さんが世界中に核兵器の実装を伝えるために活躍をしてくださって、そういう意味でも本当にいろんな新しい動きがあった、そして実りの多い前進した1年であったというふうに思っています。そんな昨年を踏まえて今年はどうなるんでしょうか。今年の新しい動きとしては、3月に、軍縮不拡散教育グローバルフォーラムというのが開かれます。これは、外務省と、国連大学の主催で開かれるんですけども、長崎は平和教育の実践を積み重ねてきた町なので、ぜひ長崎で開催してほしいというふうに思ってたんですよね。そういう意味では大変嬉しく思っています。それからもう一つは、スイスのジュネーブにある国連欧州本部に原爆の資料の展示コーナーを作ってほしいということも申し入れをしていたんですけども、国連の協力を得られて、そして、外務省それから広島市と一緒になって、なんとか実現しようということで今準備を進めています。これもぜひ実現したいというふうに思っています。はい、祈りの長崎にとっては今年も重要な1年となるということなんですね。そうですね。さて続いては新しい道路も今年は開通するということで、市民生活がさらに便利になりそうですね。そうですね。先ほどの硫黄島大橋もそうなんですけども、春には県道長崎南環状線という道路が開通をします。この道路は女神大橋と長崎自動車道を直結する道路なんですね。ですから特に長崎市の南部を通るときには大変便利になると思います。それからもう一つは市道油木町西町線も開通するんですね。はい、これは西町地区と小江原地区を結ぶ、生活道路であって、救急車ですとかが通る緊急道路もあるわけですけども、本当に長い間地域の皆さんの念願でもありましたので、ようやく開通して使っていただけるということで、私も大変嬉しく思っています。はい、市民生活が新しい道路によってさらに便利になるということで楽しみにしています。そうですね。さあそして今年は第4次総合計画スタートの年でもあるということですね。そうですね。この総合計画というのは市民の皆さんにはなかなか馴染みのない言葉だと思うんですけども、5年10年っていう期間を区切って、10年の間にここまで行きましょう、そのためにこういうことを、特にやっていきましょうということを決める長崎市全体の計画なんですね。今回の総合計画はこれから10年ということなんですけども、10年後の目指す都市像を個性輝く世界都市、希望あふれる人間都市というのを都市像として掲げているんですね。ですから世界の中の長崎、そして人間を大事にする長崎というのを作っていこうと、これは誰が作っていくのか、みんなで作っていくんだということで、市民の皆さん、そしていろんな企業ですとか大学ですとか、もちろん行政、しっかり協力しながら、取り組んでいきたいというふうに思っています。そしてその取り組んでいく時の、基本的な姿勢として、つながる
ていうことと想像するっていうこと、つながるプラス想像するという姿勢を持っていこうというふうに掲げているんですね。でもすごく大事なことで、たくさんの皆さんが自分もできることを出す、そして協力した方がいいときには協力する、その中でいろんな新しいアイデアも生まれてくる、みんながバラバラにやるんじゃなくて力を合わせてやるということを忘れずにやっていこう、10年間進んでいこうということなんですね。この総合計画をしっかりしたものにして、そしてしっかり実践に結びつけていきたいというふうに思っています。なるほど。ただ1年のスタートというだけではなくて、今後5年間や10年間のスタートとなる節目の年ということなんですね。そうですね。実は総合計画だけではなくて、環境の基本計画でありましたり、あるいは地域福祉計画だったり、それから街中のデザイン計画だったり、いろんな計画がですね、行財政の計画もそうなんですけども、今年スタートする、実践がスタートするっていう年に当たるんですね。その意味では本当に、気持ちを引き締めて、そして気持ちを一つにしてスタートしないといけない、そういう大事な一年になると思っています。今日は長崎市の今年1年についても様々伺ってきましたけれども、最後に田上市長、個人的に今年の抱負などございますか？そうですね、今年のといいますか、ここ数年ずっと続いていることなんですけれども、長崎の街を少しでも前進させるために、そして私、この変化の時代に一番大事なことは方向性を間違えないことだというふうに思っているんですね。その意味で今回総合計画で掲げた世界都市、人間都市という目標、これは本当に長崎に合っている、そして時代にも合っていると思いますし、つながる、そして想像するというこの姿勢も本当に大事なんですね。ですからそれを一つずつ形にする、言葉ではなくて形にしていく、そのためにどこをどういうふうにしたらいいのかということを精一杯、24時間365日考える、そういう一日に1年にしたいと思っています。なるほど。うさぎ年でもありますから、こう耳をピンと立ててピョンピョンと飛んでいけるような、そんな楽しい1年にもなりそうですね。そうですね、希望の前進の1年にしたいと思います。今回の知っとく長崎は田上市長をお迎えしまして、安らぎ硫黄島からお送りしました。田上市長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。